はい、こんにちは。ワケありボイスキーアフターサービス係の黒猫マゼットンです。はい、ということでね、今日は何しようかっていうとこれです。ボイスキーさんとこから販売されているライブカート廃墟式電動スポンジナーフ系、スポンジナーを使う廃墟式の M4CQB か。この個体が僕の所有物じゃなくて佐藤雅也様の所有している個体ということになります。わけあって僕のところに送られてくるっていうね、そういう状態になってますけどね。この雅也さんの M4 が突然動かなくなったと、でまあやれることはやったんだけどニッチもサッチもいかんと。これほらアフターサービスが受けられるようなお品物じゃないんで結構金額するんですけどね。中国に送って修理してどのこうのとかってできないじゃないですか。僕こういう動画やってますけど、例えば塗装とかメンテナンスの依頼とか基本的には受け付けておりませんのでね。今回は経緯が経緯ですし、そのこれを中国に送るってこともできないし、で代理店が日本にあるわけでもないしね。で僕はボイスキーさんからその物資の提供を受けてるっていう都合もありますんでね、今回はねこいつをじゃあちょっと面倒見ていこうかなっていう感じでやっていこうと思います。まあ動かねんです、はい。リポバッテリーをとりあえずつなぎました。で空のマガジン入れましたと、本来はねこれちょっと引いてパッと離すと自動でねコッキングしてくれるんですけど、まずその動作もうしないですよね。これセレクターの位置セミの位置になってます。でバッテリーがつながってるのを確認するためにやっぱりこれパイロットランプが入ってて、セーフティーから、まあ、見えましたかね、セーフティーから今セミオートの位置にセレクター回したらパパパッとここ光るじゃないですか、こういうねパイロットランプが内蔵されてます。で準備 OK だよって意味だと思うんだけど、セミの位置でね例えばこうコッキングして、まあ、ボルトストップを解除した状態で引いてもブローバックしませんよね。なるほどと、もうこういう状態、うんともすんとも言わん状態ということです。いろいろチェックしてみたんですけど、結局はこのセンサーね、センサーっていうかスイッチなんですよこれね。2つこの繊細なスイッチが入ってます。このスイッチとで元になる FET が入ってる基板かな、トリガーじゃなくて FET だね、が入ってる基板、この2つを、交換しようと、それで治るんじゃねっていうような動画なんですけど、これ交換するのにメカボックス開けなきゃいけないんでね。でメカボックス開けてちょっと交換して試してみましょうっていう動画になりますんで、でボイスキーさんとこからねこの、まあ、交換のパーツが送られてきたと、そういうことになってます。じゃあ早速ね作業していきます。さてじゃあやっていきますか。このメカボックスね、まあ基本的にはビス外して割っていけばいいんですけど、このトリガーの部分から張ってるセンサーがね、なんていうんですか、不用意にこれメカボックス開けるとここが壊れちゃうんでね、ちょっと注意が必要なんですが、やっていきましょう。ちょっとある程度ビス外した状態からちょっとやっていきますけど、このメカボックスがですね本当ばらさない方がいいんですけど、どうしてもばらしたいよって人はね壊しちゃう覚悟になるんですけどね。まずここセンサーというかスイッチが入っててケーブルがつながってるんですけど、ここビス2箇所、精密ビス打ってあるんで2箇所外してもらって FET の基板、トリガーの基板とかね FET の基板とコネクタでつながってるんで、ここをね外してもらって、でここにね2本細いピン打ってあるんでこれ外します。よいしょと、今もうローレットが切ってあるこの2本のピンね、非常に細いんでこれ外します。そうするとこいつがフリーになりまして、ここ下にスッと抜けてくるんですけど、ここね弱いんでケーブル引っ張って無理に引っ張るとかってやらない方がいいと思います。でここにすごく細いスイッチがね2つついてるんですけど、これはなんかそのなんかの位置を確かめてるんだろうと思いますけど、メカボックスを開けるときにこれ多分破損しやすいんで気をつけてもらって、ここねこいつチャーハンのここ奥に細いバネ見えてますけど、こ
このバネはこっからこう抜けるんで、マイナスドライバーでこうやってもらうとね、まあこのバネはこっからこう抜くことができますと。で、あとは全部ビス外してって、これはもう途中まで外してありますけどね、全てのビスを外すとメカボックスは割れます。割れるんだけどね、このメカボックスがね結構ヤバめなんでね、まあ、パカッと開いていきます。そうするとこんな感じ、こっち側にもねちょっとこうビス止めされたパーツがついてたり、ここら辺がさっきのスイッチ操作するんだろうね。せっかくなんで、まあシリンダーも抜きますけど、こういう風になってますね、ピストンが入ってて、普通の電動ガンのメカボックスとはもう明らかに違うんでね、見てもらうと分かると思うんですけど、まあ、この辺にちょっと入ってるんで、この辺もこの細いバネも外せるし、これはあのボルトストップだと思いますね。で、今ちょっとメカボックス開けていじってて、なんかねこの黒いプラスチックのこんなパーツ出てきたんだけど、これなんだろうね、このギアのあたりから出てきたんだけど、気にしなくてもいいものなんであればいいんですけどね、多分樹脂のパーツが1個出てきました。なんかのかけらだよねこれね。ギア3枚入ってるんですけど、まあ抜いていきます。もうこの辺で結構やばいよね、もうこの辺からバラさない方がいいんじゃないかと思います。こっちのギアもね、ビスで止められてて、何段階かになってますん でこの軸ね結構動きますんでね、気をつけてもらって、今回ねこの辺までが限界なんじゃないと思います。例えば この辺をキュッとやっちゃうと、これ動かないな、このパーツがね上に逃げちゃったりもするんで、まあ、これで全部見て取れるんで、分解まあとりあえずこの辺かなというところですね。あ、ここね、この基板外さなきゃいけないんで抜いちゃいますけど、で今回はこの基板とこれはちょっと調子が悪いみたいなんで、パーツ送ってもらったんで交換です。ちょっとねオリジナルとね配線の取り回しっていうか、ケーブルの入ってる方向が違ってて取り付けづらいんですけど、こんな感じですね。この基板とりあえず交換しました。こいつ入れるんですけど、ここプラスチックのパーツがあってですね、よしと、まあとりあえず置いて、ここのパーツね、この黒いやつちょっと操作してやらないとちゃんと入りませんのでね。でシリンダーとピストンを入れていきます。はい、こうね少し動くとこがありますんで、でビヨンと飛んだりはしないんですけどね。でここら辺のパーツの感じね、こいつはね、ここがちゃんと溝に入ってないと、保持しなくて上にビヨンと逃げちゃいますんでね、こっちかな、はい、このギアを入れて、こっちも入れて、はい、こんな感じになります。でこのグリップ用のビスね、ビスの受けかパーツを入れてと、でこの細かい樹脂のパーツね、これです、これで細いスプリング入ってますんでね、これも忘れずに入れて、よいしょと、これでこの状態でメカボックスをちょっと閉じていきます。結構閉じにくいんだよね、ギアの要はシャフトが4本とトリガーとあとピンありますんでね、あとここ、こいつを支えているこのね軸、これなかなか入りにくいんで、どうだろうね、僕はそっち側からこう始め入れますけどね。でちょっとこう合わせてって、はい、じゃあね、まあパチッとメカボックス閉じるんですけど、僕ねセーフティー、こいつセーフティーなんですけど、セーフティーかけた状態の方が組みやすかったですね、まあ参考までに。あとこのボルトがちょっと引っかかるんで、ちょっと押してやったりしてパチンと組みます。で全部のビスちょっと止めずにやりますけど、よし、はい、これね長いビスだけ止めて、じゃあこの状態で続きやっていきますけど、この新しいこいつね、センサーというかスイッチ、こいつ取り付けていきます。まあここ下からねそっと入れるんですけどね、下からそっと入れて、よいしょと、この2本のねピンを打てばいいんですが、これがねなかなか入らないんですよ。
正しい位置にちゃんとこの部品がいないと入ってくれないんで、その慎重にねこの2つのピンは打ってやると。片側はだいぶ素直に入りましたね。あの樹脂のパーツなんで、その中でね割れちゃったりしても困るんで、ちょっと、あ、いいですね。これで軽い力でポンと入ったんで、まだ面まで打ってないですけど、ここが一番気をつけるポイントかなと。ここコネクタ止めてやって、でビス2本打てばメーカーボックスは完成ということになりますね。まあ各部まだビスとこのバネ入れてないですけどね、そんな感じで。あとは取り付けて動作チェックしてみるというところです。はい、まあバッテリーつなぎました。でセーフティーの位置にあります。でマガジン差し込んだチェックのスイッチ中にあるんで、まあとりあえず押しながら、見えますかね、オートにしたらパイロットランプがカチカチっとつくと。この状態でセミ打てばもうセミオートでね打てますね。で今中の内部のコッキング解除したんですけど、他の部分ちゃんと動作するか、カートリッジ入れたマガジンをとりあえず装填します。でチャージングハンドルちょっと引いてね、これで自動で装填します。おーいいね。でフルオートに入れて、はい、でボルトストップも効くと。こんな感じでとりあえず動くようにはなりました。はい、であれだよね、メカボックスの中から出てきたあのちっちゃいプラスチック片何なんだろうなって感じですけど、まあ深く考えないようにしますか。とりあえず元に戻りました。あれです、多分ですけどこれ、まあもう1セットあるんですけど、この FET の部分なんじゃねえかなと思いましたけどね、それぞれバラバラに交換してチェックはしてないんで何とも言えないですけど、 FET の部分がダメになったんじゃないかなと。まあ基板とねケーブル交換して直ったっていうことなんでね、そうなんじゃねえのというところです。まあ軽快に動きます。だからねマガジンのスイッチをちょっと引きながらチャーハンちょっと引けば自動でコッキングしてくれて、セミの位置でオートの位置で、はいね、こんな感じに直りましたということで、今回はねこんな感じ。あのパーツが届くのにすげえ時間かかったんで、めちゃくちゃ時間かかりましたけど、こんな感じで直りましたんで、あのマサヤンさんとこに、これはねマサヤンさんとこに送り返そうと思いますんで、頂戴したあの僕のとこに届いた箱のまんま、そのまんま戻して発送しますんでね、あのちょっと待っててくださいというところです。すげえ時間かかりましたね。はい、ということでね今日の動画これでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。ちゃんと動くと気持ちいいねです。